坂東農園は、両親が約50年前からすだち、柚子、油香の柑橘を栽培し始めました。そして、1988年に食品加工業の、許可を取り、すだち、柚子、油香瓶詰め作業を開始いたしました。子供の頃は、特に小学生ぐらいの頃はよく両親にこのすだちとか柑橘を取るのを取るお手伝いを、させられて、それがすごく嫌で、絶対農業とかやりたくなかったと。ただ大人になるとそれも苦痛じゃなくなってきて、今は本当自分が畑行く機会が減ってるんで、反対に畑に行きたくなってきたっていうのが正直なところですね。難しいことは言わずに、スパークリングウォーターに少し果汁を垂らしてやる、あとジュース、例えばスプライトとかコーラでもいいと思います。それに少し入れてやる、あと、レモンウォーターの感覚で、水に果汁を少し入れてやるっていうことを一番おすすめします。それに料理で使われるんでしたらデザートに使ってほしいかなと思ってます。この田舎の中でも仕事として農業が成り立っていくよう、継続して、行っていけるような、オンリーワンの、企業として勇気を続けて、皆様の口の中に運んでいけるようにしていければと思っております。